入れ歯で悩んでいるあなた、1分もインバウンドで解決できるかもしれませんよ。インバウンド否定派の皆さんにもご納得いただけると思いますよ。レッツ大口博歯歯科クリニック。皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。このチャンネルは皆様にとって有益な歯科に関する情報をお伝えすることを目的に制作しています。番組制作の参考や励みになりますので、チャンネル登録と高評価、通知ボタンの設定をよろしくお願いいたします。また、私が一方的にお話しするのではなくてですよ、視聴者の皆さんと双方向でご意見やご質問を発信する動画に反映するようにいたします。つきましてはコメント欄にご遠慮なくご記入してくださいね。さて、今回も前回に引き続きインパントオーバーデンジャーについて解説させていただきますね。そして今日の動画ではですよ、インパントに対するネガティブなイメージを払拭していただけるような情報についてもお話しさせていただきますよ。最後までご視聴いただきましたら幸いです。インパントオーバーデンジャーとは、このようなポッチをインプラントに取り付けてですよ、そのポッチに緩合するキャッチを入れ歯内面に取り込んで、入れ歯を固定する入れ歯とインプラントを組み合わせた治療法なんです。特に総入れ歯の場合はですね、外れやすい、噛むために痛いといったご経験をされたり聞かれたりすることがあると思いますが、上顎で4本、下顎で2本のインプラントを植入すればですよ、それらの悩みはものの見事解決します。極端なことを言えば、1本のインパントでもその良さを実感できるんです。左右のバランスと骨の状態から2本、もしくは4本が理想的なんですよね。インパントオーバーデンチャーの良いところは、顎底が吸収して入れ歯が外れやすい人でも、インパントのポッチとキャッチの緩合力で外れにくくなることなんです。昔から吸着の良い、何でも噛める入れ歯作りの名人を自負する歯科医師や歯科技工士がいらっしゃいましたが、前回の動画で解説しましたようにですよ、歯科技工士が減っている現在、名人芸のような良い入れ歯を作ることはほぼ不可能になるんです。どんなに良い入れ歯を望んでも作り手がいなければどうにもなりませんよね。そのような意味で、インプラントを否定するのではなくて、インプラントのことを正しく理解して適材適所で使い分けていただければと思います。そこで、ここからは一般の方も歯科医師も含めて、インプラント否定派のご意見に対してですよ、インプラントの専門医としてその解決法をお示ししたいと思っております。前回の動画で、インプラントを入れている人が要介護になるとメンテナンスができなくて困るというご意見に対してはですね、インプラントオーバーデンチャーであれば自分で外せなくても、ご家族の方や介護職の方が簡単に外してくれます。入れ歯も口腔内も清潔にすることも簡単にできるとお伝えいたしました。また、インプラントオーバーデンチャーに限らずですよ、インプラントのかぶせ物を外してですよ、キャップや高さの低いヒーリングアパートメントに取り替えるという方法もあるんです。この図のような方法なんですね。手が不自由になり、インプラント周囲が見分けづらくなったら、かぶせ物を外してですよ、それをキャップに変えてガーゼで縫うなどして洗浄しやすいこともできるんです。訪問診療されている歯科医に聞くと、未治療の歯の根っこが残ったままの状態の患者さんよりも、キャップが装着されたインプラントをしている患者の方が口腔内の状態が良いということなんですよ。理由は、未治療の歯の根っこは
細菌の住みかともなりまして、その細菌が口腔内はもちろん全身にも悪影響を与えることが分かっているからなんです。未治療の歯の根っこはですよ、過去に治療してかぶせ物を装着しても時間とともに再び虫歯になったり、かぶせ物が取れてしまったまま放置された状態なんです。訪問が必要な状態の方はよくあることで、そこを再治療するよりもですよ、インプラントのかぶせ物を外してそこにキャップをする方がどれだけ簡単かもしれないです。介護の方やインプラントを行っていない訪問歯科専門の方はですよ、はたまた医師の方はインプラントのことをほとんどご存じないので、インプラントを入れている方が要介護になると大変だという先入観で、そういうことだけにフォーカスが当てられるんです。このように言われる理由はよくわかるんです。それはどういうことかというと、インプラントをなんか特別な複雑な装置だというふうに勘違いなさっているんですよね。実際は自分の歯と同じように根っこがあって、インプラントの頭があるだけのとてもシンプルな構造なんですよ。このようにインプラントを専門としている歯科医師からするとですよ、患者さんの状況、状態に合わせた対処を行うことが可能なんです。もしインプラントしていくとお困りのことがありますれば、まずはインプラント専門医にご相談ください。専門医はインプラントリカバリーについての技術も持ち合わせていますので、お気軽にご相談くださいね。ちなみにインプラントは欧米はもとより韓国や中国、東南アジアでも入れ歯ではなくてですよ、必要とされる当たり前の治療になっているんです。明確な理由は私は分かりませんが、インプラント嫌いはどうも日本だけの特殊な状況のようなんですね。今回の話はここまでです。次回もインプラントに関するネガティブな情報、皆さんが勘違いされていることについて解説したいと思います。チャンネル登録と高評価、通知ボタンの設定をよろしくお願いいたします。また動画制作の励みになりますので、コメント欄への記入もお願いいたします。それでは次回も木曜午前9時にお会いしましょう。そして皆さんに安心してインプラント治療を受けていただくことと、高度な技術を有したインプラント医を育成することを目的とした OIA 大口インプラントアソシエイツを運営しております。インプラント治療をお考えの方は OIA のホームページからお近くの歯科医院をお探しください。順次一般の皆様に会員の開示やご案内もどんどん増やしていきたいと考えています。 OIA に所属している歯科医師は APEX メディカが主催する私の講演や会長を務める国際審美学会学術大会において参加していただいております。技術を習得された方なんです。また名古屋駅前にあるインプラント難症例センターではマンツーマン指導も行っています。皆さんが安心できる優秀な歯科医を厳選して組織運営をしていくつもりです。 OIA は営利目的の企業が運営するものではなくて、大口博歯科クリニックの運営母体である医療法人が責任を持って運営しています。医療法人は公益性が求められているために、営利至上主義ではありませんので、ご安心してお任せください。概要欄からジャンプしていただくか、動画の最後に表示される OIA マークをクリックしてご確認くださいね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。